米軍機の爆音と墜落の危険で、住民の生活を脅かす沖縄米軍普天間基地の即時閉鎖などを求めて、11月8日、辺野古への新基地建設と県内移設に反対する県民大会が、宜野湾市海浜公園で開かれました。最高気温27度の強い日差しの中、2万1000人が参加しました。参加者はアメリカ政府と鳩山政権に、基地のない平和の沖縄への熱い思いを突きつけました。集会参加者の声を聞きました。こんな65年もね、沖縄をこんな苦渋の選択させて、県民同士意外見合いさせて、とても情けなく思います。そういう意味でぜひ沖縄の痛みをもう分かってほしいと思いでね、来ました。要するに基地そのものを撤去するっていう形でやっていかないと、沖縄の人たちは自分たちが苦しんだので、その苦しみを誰かに押し付けたいと思ってないと、もし本当に私たちの負担を軽減するという気持ちがあるなら、それは誰にとっても負担なわけですよね。だからそれはもう即時撤去っていうことでしか解決できない問題なので、そのことをね、ちょっと考えてみんなで行動ができたらいいなと思いますね。やっぱり沖縄の米軍基地の問題っていうのは、日米安保条約をどうするかっていうところに行き着くと思うんで、やっぱり本当に沖縄からも日本からも米軍基地はいらないっていう声を全国の人と一緒に上げていきたいなと思ってます。もう基地は県外とかなんとかいうことじゃなくて、とにかく危険な普天間基地はもうすぐなくしていくということを全国の皆さんも一緒にね、特に鳩山市長にはね、言ってもらいたい。党派を超えた沖縄県挙げての大会になりました。これより大会を開会いたします。ありがとうございました。宜野湾市の普天間飛行場では、沖縄国際大学への墜落事故から5年、返還合意から13年が過ぎる今でも、住宅地や市街地の上空を低空でジェット戦闘機や米軍ヘリ輸送機が飛び交い、常に墜落事故が起きうる危険な状況が続いており、悲鳴に近い市民の苦情が毎日のように市役所に寄せられています。事故の住む辺野古の海の埋め立てや住宅密集地域の中の普天間飛行場など、米国では絶対に許されないことがなぜ沖縄では許されるのか、これまで国がそのことを容認してきたからに他なりません。沖縄の未来は私たち沖縄県民のものです。米国や米軍に決めさせてはなりません。普天間だけでなく、海兵隊全体が沖縄から去るべき時期に来ています。今日の県民大会をみんなで成功させて、新基地建設を断念させましょう。普天間飛行場を閉鎖させて、海兵隊航空基地部隊を撤退させましょう。最後まで頑張りましょう。沖縄県民の心は基地の整理縮小という一点で一つになることができます。嘉手納に基地を、普天間基地を移転すると、こういうようなことがあってはならない。
普天間基地の移転先とされる名護市辺野古で12年前から反対運動に加わっている徳地さんファミリーが壇上で発言しました。私たちはこの12年間辺野古オーラ湾の海に悔い一本出せてません。共産党書記長市田忠義さん、二比総平さん、徳田圭一さん、笠井明さん、衆議院の赤嶺政権さん、お願いします。皆さんこんにちは。日本共産党沖縄県委員会を代表いたしまして連帯の挨拶を申し上げます。全国が注目する県民大会になりました。総選挙の前に県外移設国外移設を繰り返していたにもかかわらず、アメリカに日米合意を守れと脅かされた外務防衛の閣僚が、辺野古現行案や嘉手納統合案を言い出し、鳩山首相もこの言動をかばい続けております。これでは、総選挙前の選挙前の公約は、普天間基地は沖縄からなくなることを信じていた県民の心をもてあそぶためのものであったと言われても仕方がないではありませんか。そんなことは絶対に許せません。県内移設を強行するのであれば、皆さん今日をはるかに上回る大きな県民大会を開いて県民の意思を示そうではありませんか。普天間飛行場は県民の命と安全を脅かす世界一危険な基地であることは日米両政府も認識しているにもかかわらず、イラク戦争やアフガン戦争に向けた訓練を続けています。県民の命と安全を優先する立場に立てば、日米両政府が代わりの基地をよこせと言う前に、危ない基地は直ちに閉鎖すべきではありませんか。南米のエクアドルでは大統領が代わり、アメリカとの交渉を行ってマンタ基地の撤去を掲げた大統領の外交交渉の結果、基地は撤去されております。スペインでもそうであります。ニュージーランドも同じです。本気になって世界一危険な基地を撤去するための外交交渉をやる気があるのかどうか、これが鳩山内閣に問われているのではありませんでしょうか。この間、佐古合意や米軍再編で県道104号越え実弾砲撃訓練や嘉手納基地のF-15 訓練が本土に移転しましたが、沖縄の苦しみは変わらず、本土の沖縄化だけが広がりました。問題の解決にはならないことは証明されています。たらい回し路線を転換させ、
危険な基地は直ちに閉鎖撤去させることが必要であります。共に頑張りましょう。私たちは138万県民が安心して暮らせる平和で安全な沖縄にするため、声を大にして主張します。小さな島沖縄にこれ以上の基地はいりません。辺野古への新基地建設と県内移設に反対します。以上、決議します。団結して頑張ろう。